新年明けましておめでとうございます。ソライブサンシャインみんなのやる気2016、引き続き藤岡あかねと堀井雅恵がお送りします。よろしくお願いします。はい、もうラストブロックになりましたね。あと30分ということですけれども、あっという間でしたね。あっという間でした。いや、濃かったです ね。もうなんか充実したお正月らしいサンシャインでしたね、なりました。はい、さてさて、それではここからはちょっとお知らせということで、ちょっと空ミッションの方をウェザーニュースタッチを使って確認していきたいなと思います。お正月らしい空ミッションも出てるというわけですね。では開いていきましょう。ウェザーニュースタッチ、お、モンキーがいた。気分のウキッタ、はい、猿年というわけですけれども、では、マイページですね、右上の鳥マークをしてマイページに行きましょう。そしてマイページに行くと、空ミッションといったページ出てくるので、すべてを見る、この時間帯開いているものはこちらです。では一番上からいきますか、はい、新年初日の出見えたというのが今開いてます。じゃあ見てみましょう。はい、出るかな。はい、いよいよ2016年がスタート。今年初日の出見られましたか。どのエリアで今年一番の太陽に出会えたのか、皆さん一人一人の報告を集結して、全国日の出、初日の出マップ作成しようといった空ミッションになってます。なので、参加するのところを押すと、見えたか見えてないかというのが出てきますね。はい、まかり見えましたね、なので赤、はい、私たちも参加したいと思います。じゃあ見えたから赤押して送信、皆さんもちょっとどっちか押してほしいと思います、はい、そうしましたら結果がすぐ出てきます。これ今千葉幕張なので、その周辺の結果が出てますが、やっぱ見えてますね。お、はい、バッチリですね。バッチリ、全国的にはこんな感じ。お、あ、やっぱり太平洋側ほどって感じですかね。北のエリアの日本海側はちょっと今日は難しかったかなといった空になったようです。はい、こういった感じで、どこでどのぐらい見えたかというのも出てますので、はい、ぜひチェックしてほしいなと思います。ぜひ皆さんもご参加ください。今日の18時まで開いてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一つ空ミッションいきましょう。では初日の出タイムラプス、こちら、はい、こちらタイムラプスの初日の出動画を募集しております、はい、タイムラプスの説明もここに載ってますね、はい、瞬間瞬間をつなぎ合わせ、パラパラ漫画のように映像化、実際の時間よりも早回しで見せるテクニックです、はいはい、そうですね、スマートフォンでもできるようになっているスマートフォンもありますね、はい、送り方というのもこちらに詳しく載っております、はい、YouTube の方にアップロードしていただきたいと思います。初日の出タイムラプス2016の後、その撮った地名を入れて送ってください、はいはい、サンプル動画というのもありますけれども、はい、ぜひ今日の12時までなので、あともうちょっとだ、はい、あともうちょっとで締め切りとなりますので、ぜひ今送っていただければと思います。ご参加よろしくお願いします。届いたら10ポイントもボーナスでもらえると、はい、ね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで空ミッション見ていきました、それではここからは、ハングアウトをつないでいきたいなと思います。今日は皆さんに、今年の抱負やる気というものをお伺いしております、ではつないでいきましょう、はい、おはようございます。こんにちはか、こんにちは、こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは。お名前をお伺いしてよろしいでしょうか。はい、京都舞鶴のプルです。プルさん、あ、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。はい、そちらは少し雲が見えますけれども、空の様子どうですか。
そうですね、はい、昨日の午後から雨が降ってて心配したんですけど、はい、意外に回復しまして晴れてます。日差しもありそうですね。はい、うん、一応時々雲には隠されますけど穏やかな日差しが降り注いでます。はい、体感的にはどうでしょうか。そうですね、例年に比べれば暖かい方だと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり冬なんでそれなりには寒いですね、うん、そうですね。日差しが届くときはこう暖かさも感じたりするんですかね。そうですね、日差しにはまだ暖かさを感じますね、うん、なるほど。プルさん、初日の出は見られましたか。はい、あのおかげさまで今年は意外に晴れてまして、私初日の出港と神社からリポートさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それでは皆さんにお伺いしてるんですけれども、今年2016年の抱負、はい、やる気聞かせていただけますか。そうですね、はい、今年は、うん、まあ他のサポーターさんもおっしゃってたと思うんですけど、はい、私もドライブのイベントに今年はまあ、なんとか仕事の調整をつけてできるだけ参加したいなと思っております。ありがとうございます。はい、生キャスターにもぜひお会いしたいです。本当ですか。京都でしたら、はい、あの5日から始まる近畿エリアはどうでしょうか。1週間後京都セミナーに参加する予定でおります。 ありがとうございます。お会いできることを楽しみにしております。私が行かせていただきます。はい、はい、ぜひ、はい、生茜に会いたいと思いますよろしくお願いします。はい、はい、お願いいたします。じゃあ今年もたくさん、まあ、リポートの方もたくさん送ってくださいね。はい、はい、一応私、はい、ほぼ毎日リポートは送ってますんで、はい、また今年もリポートはたくさん送ります。はい、楽しみにしております今年、去年のこれからちょっと霧があまり濃くないので雲海リポは遅れてないですけど、また霧が出た時には送りたいと思います、はい、お待ちしております。お待ちしております。はい、それではプルさん2016年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。はい、というわけで、京都のプルさんにつながせていただきましたけれども、うん、イベントにたくさん参加したいという声をいただきましたね。ね、生キャスに会いたいと、はい、生のキャスター最初あのママキャスって聞こえてあの茜つながりでイダッチさんにお会いしたい。なるほどなるほど思ったより生キャスだったんですね。なるほど、はい、いやたくさん来ていただきたいですね。楽しみにしております。楽しみですね、はい。それではハンガーアウトではだけではなく、メールなどでも募集しておりまして、届いておりますので見ていきたいと思います。はい、皆さんのやる気見ていきましょう。はい、北海道の白老町のサマレさんから届きました。ありがとうございます。今年のやる気、仕事では今年も無事故で良いものをたくさん生産します。リポートではいただいた共感コメントにこれまで以上にしっかりと返信します。おかえりメール返信、去年は565通だったので今年は600通を目指したいな。もちろん数だけではなく内容も読み応えのある返信をしていきたいと思います。空友さんの空友の皆さん、キャスターさん、スタッフさん、今年もよろしくお願いいたします。サマレでしたといただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、 やる気たくさん書いていただきましたけれども、565通だったので600通と、うん、はい、素晴らしい。すごいですね。また上を目指すというところがいいですね、うん、はい一日も必ずリポートしてくださってるのかな、うん、そしたら、うん、そうですね、うん、はい、いや今年もリポートもそうですけれども仕事の方も、はいはい、頑張っていただきたいなと思います。メールの方どうもありがとうございました。それではもう一つ空キャンバスの方でも皆さんに書いていただいてますね。それではさっきよりもやっぱり増えてきましたかね。 お88名となりました、はい、お増えました。どこまで読んだかな、この辺だったかな。次、家主さんから、うん、そらはく行くぞとぜひメッセまでいらしてください。
お待ちしております。これはのさん、いいご猿がご縁です、ね、ご縁猿とかけてるんですね。あ、ご縁、はい、猿とかけてご ご猿ご縁があります。なるほどありがとうございます。はい、続いてホワイトナッツさん、マイペースで頑張りますと。さあ、うんうん、自分のペース大事ですね。そうですね、はい、桜丸さん、 AI、うん、愛研究の成果を出してそれを兼ねる研究をされているというわけで、さらに上を目指すということですね、はい、頑張ってください、はい、そしてひかるさん、うん、生まれつき目に障害があるので、それが少しでも良くなるように目を大切にすると、うん、健康を維持していくということでしょうか、うん、ありがとうございます、はい、続いてあきおめさん、転職できるように頑張るとなんか映りました今。なんか後ろ映った気がしたんですけれども、はいはい、気のせいかな。気のせいかもしれないですね、うん、はい、転職活動、なるほど、はい、ありがとうございます。より良い職場見つかるといいですね、はい、続いてしのぶさん、恋しようぜ。あ、ホーリーさんがいる。あ、ドラえもんもいますねドラえもんなんですか。ホリエモンですね。ホリエモン。ホリエモン。ホリエモン。なんか違う人が浮かぶんですけど。ホリエモンです。はい。ホリエモンさんとホリエさん。はい、うん、出会いの多い一年になりたいですね。続いて川川さん。毎年いますがやります。うん、無理でしょ。痩せます。あ、痩せます。ダイエットですね。痩せます、ダイエットのこと、うん、無理でしょう、じゃない、頑張りましょう、頑張りましょう、一緒に頑張りましょう続いてトントロさん、健康第一、健康が一番ですね。横浜の生徒会長さん、どん底から這い上がる。去年あんまり良くなかったのかな。でも這い上がるだけですので、うんうん、上を見て頑張りましょう、いい年にしていきましょう。ありがとうございます、はい、バハ大好きさん、仕事に趣味に昇進といただきました、うん、仕事は趣味も充実させたいってことですね、うん、続いて KOR さん、1ヶ月1キロダイエット。あ、じゃあもう12ヶ月後には別人に、うん、そうですね、猿がありますけれども脂肪も去ってほしいですね。おー、素晴らしいいや、逆に BGM いつも止まったりするので逆に恥ずかしいですね。続いてラブラブさん、世界人類が平和でありますように。すごい、これすごいですよね。写真、写真ですねそっくりですよね。すごい、びっくり。今日の森田さんですね、うん、ありがとうございます。いや、森田さんです、ね、見てるだけで平和になりそうですね、うん、なんか早見さん、いいこと聞いてと、いいことがいっぱいあるといいですね。猿が言ってるのかな、うん、あ、なるほど、吹き出しになってますね続いてタクちゃんさん、金の神で今年もよろしくお願いします。今年も毎日リポートしたいと思います。うん、うん、お待ちしております。はい、たくさん送ってください。続いてスピリットさん、今年はアイコン100円かと思います。ワンコインですか。アイコンね、アイコンのアイラボ、あ、ラボチャンネル、クシーシー予報したいですね。ラボチャンネル使いこなせるとかっこいいですもんね。ありがとうございます、はい、続いてイギタさん、インターハイの出場。おお、すごい、オールが映ってるから<笑>ボートかなボート、うん、おー、頑張ってください、はい、ひろまるさん、うん、今年で20歳になるので立派な大人になります。いや、20歳か、成人式もそうですね、今年は11日ですかね。うん、いや、大人の階段、懐かしいです。
はい、登ってください、はい、いやもう昔の話ですね。ねえ、まあそうですよね、はい、続いて戦国戦ラブさん、お勉強来年の受験生です。おお、頑張ってください、頑張ってください、合格できるように祈ってます、うん、そしてショートさん、天気に詳しくなる、おう、うん、天気に詳しくなるアイコンセミナー、うん、はい、参加しましょう。そうですね。続いてエヌトレイナー、先ほどハンガーアウトありがとうございました。ありがとうございます。空白のボランティアに参加ということで、お、今年、去年ですね、たくさんのボランティアさん、はい、手伝ってくださいましたが、そうですね、はい、ありがたかったです。皆さんと一つの会場で、はい、一つ一から作っていきたいなと思います、うん、はい、ありがとうございます。まだまだ続いていますけれども、まだまだ見ていきたいですけどね、時間の関係で次の番組内で紹介できればなと思います。はい、今隣でも落ち着き、すごい気になるんですよね。音がすごい、すごい音が、あ、びっくりした、なんかが落ちました。どんどんポンポン疲れてますけれども、はい、正月らしいですね、これもまた、はい、ね、この後もこういったお正月らしい番組がこの後コーヒータイムも続いていくというわけですね、はい、それではですね、この後天気の方も変化あるのかというところも、やっぱりね、初詣行かれる方もいらっしゃるかと思います。お天気アイコンで、はい、見てみましょうか、はい、では全国の天気見ていきます。それでは全国の天気をお伝えします。まずは西日本です。那覇は雲が時々出ても穏やかな空、この時期らしい体感になるので初詣には上着をお持ちください。福岡、広島、大阪は晴れて青空が広がります。ただ昼間でも冬の寒さになるため、マフラーや手袋、カイロなどでしっかりと防寒をしてください。次に東日本です。名古屋、東京は日差しが届いて穏やかな天気です。空気は冷たく寒い体感になります。寒さ対策が欠かせません。金沢は午前中ほど雨や雪が降りやすくなります。初詣は止む時間が長くなる午後がおすすめです。続いて北日本です。仙台は時々雲の流れ込みがあるものの穏やかな天気、ただ昼間も寒く防寒が必須、暖かくしてお過ごしください。秋田は雲が多く午前中を中心に雪が降りやすくなります。午後は止む時間が長くなりそうです。連日の雪で路面状況が悪くなっているので足元にお気をつけください。札幌は雲が広がり時々雪が降りそうです。日差しはなくこの時期らしい寒さになります。足元に注意し防寒を万全にして初詣にお出かけください。以上、全国の天気をお伝えしました。というわけで天気も確認していったところで、じゃあ3時間あっという間に過ぎてしまいましたね。ねえ、はい、ちょっともう音がパンパン。そうですね、ちょっと触れずにはいられないですね。こういうことが行われてます。はい、次のコーナーでも餅つきなの。すごい楽しそうですね。リハーサルかな。はい、お正月らしさ満載ですけれども、間違えて叩かないように気をつけてもらいたいなと、はい、この後のコーヒータイムでもプチつきが行われるということですので、ちょっと声を払わないと、はい、そうですよ。はい、この後引き続きよろしくお願いします。最後に先ほど、そうだ、ね、さっき私たちが盛り付けたおせちの方を、これ食べるのもったいないですね、はい、なんかここにずっとありました。私たちが盛り付けました。出来上がり、はい、猿がいい感じですね。いい感じで前に出てますけれども、はい、うん、まあ、エビもいい感じですもんね、はい、豪華な感じで。あ、美味しそう、コメントいただきました。嬉しい、はい、抽選で2名様、はい、ちょ
言いたいところですね。頼むのなので、はい、私たちがいただきたいなと。美味しくいただきます。はい、というわけでまたね、お正月感たっぷりに3時間お送りしていきました。今日のサンシャインのテーマは、やる気2016、みんなのやる気2016でしたけれども、たくさん聞けてなんか私たちも頑張ろうという気になりましたね。今年1年頑張りたいですね。はい、皆さんのやる気が伝わってきました。はい、ソラキャンバスの方はまだまだ開いたままにしておりますので、はい、ぜひ日が暮れるまでご参加ください。はい、よろしくお願いします。いろいろ募集してます。はい、というわけで皆さん3時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後も素敵なお正月をお過ごしください。
皆さん明けましておめでとうございます。2016年やってきました。ここからは元旦のソライブコーヒータイムです。まずは私松雪彩香がお送りしていきます。皆さんよろしくお願いします。すごいですね、チャットの方も今日はやっぱりたくさんいらっしゃいますし、ニコ生もたくさんのコメントいただいてます。いつもより人もやっぱりたくさんいらっしゃいますね。皆さんお正月いかがお過ごしですか。今日はモーニングから始まって今までソライブサンシャインまでもみんなやっぱり振り袖を着て楽しくやっていきました。私も今日は振り袖を着て、立っちゃった、わーちゃん、はい、ここからお送りしていこうと思います。なんか恥ずかしいですね。やっぱりスタジオもたくさんの飾り付けがあるので、いつもとは違ったワイワイ会に、ワイワイ感、にぎやか感、皆さん味わってるんじゃないかなと思いますが、ここから3時間よろしくお願いします。ではですね、ソライブコーヒータイムなんですが、お正月を楽しもうというテーマで、やっぱり気になってる方たくさんいらっしゃいますよね。さっきからペチンペチンと横でお餅をついています。もうガチですよ。なんか根頃さんの笑顔もやっぱり素晴らしいですね。お正月だからかな。皆さんと一緒にお正月ならではの行事をコーヒータイムの時間楽しんでいきたいと思います。ということで今日はこの方と一緒にお送りしていきます。根頃さんです。どうもよろしくお願いします。根頃さん もう気合いバッチリですね、はい、もうつく気満々ですよ。つく気満々ですよね、はい、つく気満々なんですけど、はい、ちょっとこれ置いてきてどうぞどうぞどうぞ。持ったままじゃ重たいですからね。ちょっとポサだけをね。そうですね、ポサを演出してみます。いつもあの袴着てるんですけど、今日は今日はそうですね、ちょっと浮かれたシャツに、はい、浮かれたクジラのシャツですね。かなり浮かれてますね、かなり浮かれたシャツにあのハッピーを、はい、着させていただいて、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとすいませんね、ここにおせちあると僕の唾がいっぱい入っちゃうので、あ、ちょっとちょっと後で食べれなくなっちゃうね。そうですね、今回コーヒータイムは結構食べるんですよね、いろいろ食べ続けますね。まずあの目の前に、はい、あの先ほどね、サンシャインで、うん、はい、やってました、おせち。おせちすごい綺麗に詰まってますね。これなんか食べていいらしいですよ。そうだから私後で食べようと思って、はい、可愛いんですよこれね、うん、なかなか綺麗に入ってますね。綺麗に入ってます。エビとか、レンコンとか、これは後ほど美味しく、はい、非常に美味しくいただこうかな。非常に美味しく食べていこうと思います。で、あの、はい、まあね、さっきのあれもありましたけど、うん、もうご存知の通り、今餅つき進行中です。今、順調ですか。そうですね、非常に人手不足のためスタッフが餅をついて、はい、自分で合いの手でこねてもう一回ついてっていうのを繰り返しております。あ、今一人二役でやってくださってると。孤独な戦いをしてますね今ね。またあの中池さんが力強いですね。ね、本当ね、あのもうちょっと空気読めって感じですよね。ちょっと優しくやった方がいいかな、ね、結構マイクにペチンペチンって今すっごい入ってましたよね、さっきね。はい、後ほどまたソライブ餅つき大会も、まあ、ゲストをお呼びして楽しんでいこうと思います。あ、そういう意味で一番ゲストが来る時間かもしれないですね。そうですね、結構たくさんの方いらっしゃいますよ、まあ、ゲストって言ってもあの、うんうん、みんな見たことある人ばっかりですけど、ね、そうですね。みんなさんの知ってる人しか出てきませんけど、ね、いつもソライブでおなじみの方がコーヒータイムに遊びに来てくれます。はい、ではですね、今日の、見どころは餅つきもあるんですが、はい、カルタ大会も、まあ、そうなんです、はい、あるんですよ。あの昨年は、お天気カルタ大会を、はい、やりましたね。あずきさんもね、出ました出ました出ましたよね、はい、やられまして、今年はですね、お天気カルタ探したんですけど、はい、見当たらなくて。大丈夫ですか。うん、多分どっかにあるんだと思います。あ、なるほどなるほど。なんと綺麗に、非常に綺麗に保存されておりました、はい、こちらの減災カルタの方ですね、今日はみんなでやりたいなと
そうですね、ええ、例年と違っても楽しいですね。そうそうそう、カルタだから。カルタですか。雰囲気雰囲気、はい、雰囲気雰囲気。これもやっぱりみんなでワイワイチーム別に、そうですね、楽しんでいきます、ええ、あとなんとですね、このカルタ大会なんですけど、はい、チーム2チームに分かれて、はい、どちらが勝つかを皆さんに空ボタンで予想していただきます、ね、そうなんです。で予想が当たった方のうち3名様に、はい、うん、トライブ24カレンダーをプレゼントしますので、ぜひ参加してみてください、うん、しかもサイン付き。あ、サインつくんですか。え、つきますつきます。へー、そのカルタ大会に、はい、カルタ大会に出演したキャスターさん、うんうん、キャスターさん4人出るのかな。そうですね、4人出ます。4名かな、4名出ます、はい、その4名のサインを入れてプレゼントします。おー、キャスターカレンダーではなく、ソライブ24カレンダー。あ、まあ、キャスターカレンダーがソライブ24カレンダーですね。あ、じゃあ、あの例の完売したやつですか。例の完売したやつ、お、はい、じゃあこれもしかしたら手に入れられなかったって方はラッキーですね。非常にラッキーですね。ラッキー、持ってる方もサイン付きラッキーですね。ラッキーですね。ラッキーです。ぜひ参加してください。このカルタ大会のソラボタンはですね、ええ13時30分頃に開いていくので、そこの時間帯から皆さんにぜひ参加をしていただきたいなと思います。思います。では早速みんなのやる気2016ということで、今募集中なんですよね。そう、募集中です。メールアドレスでみんなのやる気2016大募集、ソラ、はい、キャンバスメールハングアウト、はい、いろいろ募集してますね。募集してますね。ハングアウトつなげるのかな、この時間どうなんでしょう。いや、今募集の中にハングアウトって入ってたんでこの時間はごめんなさい、ハングアウトないです。そうですね、サンシャインまでは、はい、この時間はメールと、はい、ソラキャンバスで、はいはい、届いたものをご紹介していきます。ご紹介していきますので、ぜひ皆さんも送ってください。ないですあのやる気っていうメールアドレスを貼ってみると、はい、あのゆかりに見えるんですよ。やる気、もう一回出ますか、うん、こちら、はい、やる気アットソラビ24.com。 ゆかりって見えますね。ゆかりに見えますね。一応あのゆかりんの方のアドレスもチェックしておきましょう、はい、間違えてね、そうそうそう、送る方もいるかもしれませんから。やる気です。やる気です、はい、私も根頃さんも書きましたので、またこれも後ほど発表したいですね、はいはい、2016年でも出だしから良かったですね今日。あの初日の出めちゃめちゃ綺麗に見えてましたね。すっごい綺麗でした。びっくりしました。去年はあの私と根頃さんとあかねちゃんで、うん、初日の出特番やりましたね。もうやりました、やりました。もう大変申し訳ないですけど、僕がもう意識が飛びそうになりながら、あれ根室さん痛い目あったのかな、ね、全くなかったよね僕一切コメントしてないですから真ん中でただこう、そう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 、座ってましたね。どうもどうもってよく覚えてますどうもどうもって言ってただけですからね僕一切何もしてないですからね。いやでも、今年バッチリで、しかもあの2016人の中継を目指してたじゃないですか。はい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 。あれがどのくらい集まったのかさっき聞いたんですよ。おしたら申し込みで553名、うん、そんなにあった。そうなんです。で実際に中継してくれた方が382名いらっしゃった。そんなにいったんだ。そうなんですよ。まあ、2016はさすがにいかないと思ってましたけど、さすがにね、すごい数なんで無理かなって思ってたんですけど、すあれですね、うん、そういう意味では今年あの僕地上波のやつも見てたんですよ、はい、地上波のやつ、地上波の初日の出番組も。ああ、やってましたね。だいたいあの富士山、はい、ヘリコプターから、あ、やってました、富士山で日本一早いっていうのを結構押してたんですけど、うんうんうん、はい、まあ、日本一早い日の出があるかもしれないですけど、僕らは日本一多い初日の出ですね。そうですね、いろんなところから見られるわけですから。300は想像できないですよ。びっくりしました。こんなに皆さんに協力していただいたんだと思って、ね、あ、やっぱこういうのがいいですよね。そうですね、ウェザーニュースサポーターならではですよね、うん、はい、皆さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。たくさんの日の出、私も楽しませていただきました、うん、ではですね、ここからはサンシャインで詰めたおせちを早速食べていこうと思います。早いもう早いうちに食べた方がいいですから、こういうのは早い展開ですね。いきましょういきましょう、はい、では、はい、じゃ あ, あれちょっと告知忘れてたんですけど、あのこれ、この目の前に花あるじゃないですか、はいはい、これ江川さん作ったんですよ。知ってます私、はい、昨日番組だったんですけど、はいはい、タイムのさゆねさんがいらっしゃってて、あ、はい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 、インターバル中にここ の, あのサイズとか測って、はいはいはい、これ私やるんですって言ってて、さすがさやねさんって思いました。そうだったんだ。そうなんです、昨日ここに来てましたね。もうだってあの花運ぶのすっげえ大変でした。そんなにたくさんあったんですか。なんかね、すっごいでっかい縦長の段ボールに、はい、
ドーンっていう段ボールにそこの方に水が入ってて、はい、それをこうやってはーって切れてます、切れてます。あの車に積むのも大変だったし、びっくりしました。せっかくなのにちょっとアップにしてね、ちょっと見ていきましょう。見てみます、こちら。これすごいっすよね。すごいですよね。手が込んでるなって思いました。すごい和ですねって言ったら、いやー洋の要素も入ってるんですって言われて、どの辺どの辺が洋なんだろうって僕全然分かんなかったんですけど、なんか菊っぽいお花もあったりした。でも百合かな、百合とかねありますもんね。あとお正月ならではの飾りとか、このキャベツみたいなのすごい可愛いですね。キャベツこれキャベツみたい。ほら、なんだろう、バラ？バラのキャベツ？違う。あ、ハボタン。ハボタン。恥ずかしいこと言っちゃった。キャベツ。キャベツで作ったあれみたいなね。可愛らしいな。いやでもすごいですよね、これをね。はい。サイネさんがサクッと作られてました。え、さすがですね。もうずっとお花やってますもんね、サイネさんも。これでもなんかちょっと色元気なくなってきましたね。ちょっとライトとかありますし、途中で水分補給した方が良さそうです ね、はい、ではおせち行きましょうか。どうしよう、何食べよう。ちょっと待って、何これ、富士山みたい。なんかこの猿とか、これ何猿、あんまりおせちで見たことないものも入ってるんです。猿は食べていいの？食べられるんじゃないですか。でもこれ、この猿、え、この赤いくるくるっていうの何ですか。いや何それ。うわ、もう全然なんかもうおせちを食べる文化がないから僕。あ、そうなんですね。全然おせち食べるぐらいだったらラーメン食べに行くみたいな、うんうん、そういうノリなんで。あ、さっきからずっと言ってるんですよ、あーラーメン食べたい。でも昨日ラーメン納めしたしな。さっきね、準備してる時にずっとその話ですよ。でその話をしながら僕落ちてる。気づいたら。そんなしょっちゅう食べるものじゃないですから ね、ラーメン。今日はおせちにしましょう。おせちにしましょう。お箸とかあるのかな。今スタッフが動揺してます。はってなりましたね。食べようものにも。松下さん、ちなみにあの、はい、おせちで好きなものあります？これはちょっと、なんだっけ、伊達巻き？伊達巻き好きです。あ、伊達巻きですよね。とかまぼことか栗きんとんも好きですね。あ、栗きんとんね。とこの富士山が一体何でできてるのかが、これ気になるよね、これ。すごい気になる。なんだろうな、これ。なんかでも柔らかそうな。なんかお麩みたいな感じもするし。あ、椎茸食べたいな。根菜派ですか？どうぞ。根菜派です。じゃあどうぞ。じゃあせっかくなんでいただきます。皆さんもおせち食べた方多いでしょうね。藤岡さんと堀井さんがそうです、詰めてくれました。あら、僕のために。寝頃さんのためではないかもしれない。ではいただきます。はい、いただきます。どうしよう、この赤いぐるぐる何だって言ってましたっけ。赤いぐるぐる何、これ知ってます。なんだろう、あ、誰もわかんない。チョレギ、それなんか韓国のなんか今焼肉に巻くやつだ。チョロギ、チョロギ、え、チョロギって何物ですか。チョロギって何ですか。生姜みたいな。あ、じゃあ別にメインで食べるものじゃない。置いちゃった。置いちゃった。せっかくなので、まあそうだよね、栗きんとんいきます。はい、大変大変ですね。大変。この後の餅つきに暗雲が立ち込めてきました。あの今もち米を炊いてたあの炊飯器の電源が抜かれてた。衝撃の事実が。間に合います、間に合います。大丈夫、30分後ぐらいですよね、今予定では。そうですよね。あのさっきやってたやつでやる、さっきついてたやつ、リハーサルでついてたお餅はどうしたの。終わっちゃった。つき終わっちゃった。え、じゃあ食べてるの、あっちで。ちょっとこの後の餅つき大会大丈夫ですか、ね、急遽予定を繰り上げて。そうですね、お送りするかもしれませんね。12時35分からの予定でしたので、あれ、もうちょっとだ。え、今炊いてんの、はい、今炊いてる。 あと何分とか、ちょっとわかんない、ちょっとわからない、ちょっとわかんないです。とりあえずおせち食べて。サンドイッチマンみたいな会話来ましたよ。ちょっと何言ってるかわかんないですねみたいな。おせち食べてまったり待ちましょう。はい、じゃあ行きましょうか。栗きんとん食べます、はい。あやちの食べる姿。うん、うん、うん、美味しい。あ、これこれみたいな。
やっぱり栗きんとんですよ。あ、そうですよね。おいしい。じゃあ僕せっかくなんでちょっと昆布いただこうかな。昆布、僕の食べてる姿見てもあれなんでね。ちょっとまずはね、こうやって昆布をお店、物見せからこう、ね、はい、昆布おいしそうですね。非常においしそうな昆布ですね。おいしそうですね。美味しそうですね。いただきます。なんかあんまりおいしそうじゃない。どうですか。うん、昆布。それはね、分かりますよ、うん、昆布なのはもちろん分かります、うん、お味の方どうですか。おいしい。おいしい、うん、やっぱいいですね。じゃあ、僕ね、おせち昆布は食べるんですよ。え、どういうことですか。あのご飯に合うから。あ、これとご飯いけるんで。ラーメンの時もご飯食べてますもんね。はい。ご飯が好きなんですか。ご飯のラーメンのスープとご飯を合わせるのが好き。なるほど。私せっかくなんでこのチョロギ。あ、そうね、食べてみます。チョロギ。うん、あのちょっと食べそうな場合は後ろ向いてあのティッシュにペッて。生姜ですね。あの生姜です。なぜきさん、僕とコメントのレベルが変わらないです。僕とコメントが多分食べて美味しいってものではないですね、はい、香り付けとかね、見た目とかね。焼きそばの横にあるタイプの紅生姜みたいな、ね、そうです、そうです。紅生姜食べれない人ですか。大丈夫です、食べられる。あ、食べれるんだ。私にとってはだからチョロギ。あ、チョロギ、ね、美味しいですね。なるほど。これあのせっかくなので椎茸どう。あ、椎茸食べたいです。どうぞ。椎茸好きなんですよ。よいしょ。椎茸、あの僕昔ね、ダメだったんですよ。うん、なんかすごい私服の顔してる。うん、カメラ見せ。いいな、うん、なんかあの椎茸になりたい。椎茸大好きで、はい、このお正月に出てくる味が染みた、うん、あ、いいよね。椎茸大好きでしょっちゅう実家で怒られてます。椎茸ばっかり食べるんですよ私。あ、椎茸はちょっと癖が強いというか、うん、そうですか。ダメ、僕あの昔は、今大好きなんですけど、全然食べれるんですけど、はいはい、小学生の時とかはあのもう椎茸のだしで作った味噌汁とかもダメだったんですよ。あ、結構でも味出ますもんね、椎茸って。あ、で昔は食べれなかったんですけど、最近、あれですよね、あのウニみたいなもんです。ウニ、ウニとか、なんだろうな、なんか大人になったら美味しい感じみたいな。あ、私ナスがそうでした。ナス味なくない？ナスって子供の頃すっごい苦かったんですよ、はい、苦く感じなんだ。苦く感じて、はいはいはい、お味噌汁とかに入ってるのもダメで、うんうん、でもある日食べてみたらすっごい美味しいナスと思って。それ食わすぎないだって。あ、でもそうか、苦かったんだね。苦くてダメだったんですよ。ナス苦いって、うん、それ多分なんか変なのついてたんじゃないですか。変なついてたのかな。だってナス単体で味を感じたことあんまりないですよ。え、本当ですか。私、はい、ナス丸々ただ焼いたやつとか大好きですよ。味します。そんなしないんですけど。じゃあ、もうこれも僕の理論になるんですけど、はいはい、あのナスを、うん、ナス焼いたナスが好きっていうのは、はい、何つけます、焼いたナスに。めんつゆとか。めんつゆですよね、うん、それはめんつゆを美味しく食べるためのナスって。ナスを美味しく食べるためのめんつゆではなくて、めんつゆを美味しく食べるためのナスなんです。いや、ナスが主役ですよ。めんつゆを主役にしてるんです多分。そんなことないです。おせちにはナスないんですからね。確かにない、うん、あれじゃない、なんか意味が、おせちって大体意味があるじゃないですか。ありますね。例えば、あれなんで、数の子って何でしたっけ。数の子、まあ、子だくさんとかなんかそういうのがきっとあるんでしょ。黒豆は豆に生きるとか言いますよね。あ、そう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 、そういうの、そういうの、そういうのあるじゃないですか。なんだっけな。だから あれなんじゃないですか。そういうのがあって、いろいろと意味があって食べるように、うんうん、あの年の初めに食べて。そうですよね。あ、来ましたよ。来ました。それぞれの意味が。あ、それぞれの意味。昆布巻き、僕がさっき食べたやつですけど。 ありましたね。喜ぶの語呂合わせですって。語呂合わせなんですか。喜ぶ巻きってことですよ。はい、
続いていやいや、その違う、そういうことですよねって意味ですよ。別に僕がまあいいや、だし違う、僕が言ったみたいな、やめてくださいよ、ぜひさんそう、根頃さんじゃないですからね。どなたかがおっしゃった。そうあのエビとかいいですね。腰が曲がるまで丈夫という長寿祈願。結構長生きするとかそういう系が多いですよね、うん、そうですね。エビ食べていいですか。エビどうぞ。すごいクルリンと。あ、僕ねちょっと めんどくさいこと言っていいですか。どうぞ。こういうタイプのエビ、これいちいち皮むくじゃないですか。あ、むきますね。それで嫌いなんですよ戻しましたねそれダメなんですよ。殻むくとか。なるほど、手間かかる子が、うんうんうん。松崎さん、じゃあどうしよう。レンコンとかどうですか。レンコンってどんな意味なの。レンコン、私実家のおせち入ってないですね。あ、将来を見通せるという意味の縁起物だって。穴開いてるからこうやって。そうそういうことです、そういうことです。うん、美味しいですねなんかレンコン食べると安心します知ってる味だ、うんうんうん、そうね。なんかあのおせちって普段食べないものも入ってたりするじゃないですか。そうですね。だからなんかね、僕はまあ、あのお子様なんであんまりまだね、おせちでなんかおせちを食べれて嬉しいっていう感覚があんまないんですけど。でも見た目から嬉しくなりませんか。結構あ、ちょっと豪華だからね。あの皆さんからどんどんリポートが届いてて、おせちのすごいんですよ。皆さんから届いてる写真がもう何重にもなってるやつとか。みんなお金ありますね。ありますよ。作ってんのか自分で。作ってる方もいらっしゃって、大きいタイの写真送ってくれた方とか。うわ、すごいなと思いました。ザーリポーターの中にはそういう層もいるわけですね。はい、たくさんいらっしゃいます。セレブ層がいるんですね、はい、またこのおせち後ほど食べていきましょう、ね、あっという間に時間が経ってしまいました、ね、結局あの富士山の謎を解明できませんでしたね。あ、そうです、ね、ではここからはみんなのやる気トラキャンバスご紹介していきます。皆さんからたくさんのものをいただいてますので見ていきましょう。はい、はい、ではまずは1枚目こちら、帯広のフューラーさんから、やる気元気モンキーといただきました。あ、猿年だからね。そうですね。そして続いて北海道の、ひらくさんかな、適切かつ妥当に、適当が一番。でもある程度力抜くのって大事ですよね。いや本当ね、人間100の力出そうとしすぎると100、はい、あの50本も出ないときありますからね。力入りすぎてそれ私も思いますね。ね、だから空回りしないぐらいが多分ちょうどいいんじゃないですか、うんうんうん、ですね。続いていきましょう。千尋リコーダーさん、たくさんリコーダー演奏する。うん、リコーダー大好きなんですね。名前にも入ってますしね。リコーダーって普通のなんですか、リコーダー、え、じゃないんですか。あの小学校の時こういう縦笛っていうんですか。縦笛、アルトリコーダーとかで。アルトリコーダーって指届かないですよね。あ、女子はそうかもしれないですね。すごい辛かったの覚えてます。僕逆にあのちっちゃいソプラノの方がダメでした。あ、もう指が詰まっちゃってどこ押さえてるのかよくわからんみたいなありますね。そう、はい、千尋さん頑張ってください。リコーダー。そして竹雄さん、はい、今年は失敗しないように。今年は失敗しないように。あ、まあそんなこと言ったら僕も失敗ばっかりですよ。失敗してなんぼのところもありますからね、うん、失敗は成功のもとですから、はい、失敗を失敗のままにしとくと、うんうん、ダメなんですよ。そこからどうにかしようと自分で動かなきゃいけない。そうあの、ね、ウェザーニューズの創業者の、石橋会長が、はい、僕入社の時に社あの面談、まあ、当時社長だったんですけど、うんうんうん、社長面談で僕言われたんですよ。ウェザーニューズは失敗しない会社だと、はい、失敗しない会社、うん、失敗をしない会社ってすごい言ってて、うんうんうん、あ、なかなかぶっ飛んでる社長だなと思ってたんですよ、はい、でなんでかっていうと、うんうん、ウェザーニューズは失敗しても成功するまでやり続けるから失敗はしない、はい、そのまま失敗置いてけぼりにしないってことですね。そうだから成功するまでそういう、まあね、それをトライアンドエラーでやって、ほう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 、で成功っていう形に持っていくまでやるから失敗っていう風にはならない。かっこいい名言してます。うわー、すげーと思って。じゃあぜひ竹雄さんにもそんな気持ちで頑張っていただいて、はい、続いていきましょう。泉王さん、いつもと変わらず
陽気しない、去年最後風邪ひいた。去年最後風邪ひいた。年末風邪ひく方結構多いですよね。多いね。私の友達も年末に病院に行ったって言っていて、疲れも溜まりやすいんでしょうね、きっと。年末ね、またお休みがどかってくるじゃないですか。あ、来ますね。ちょっと気が緩むんでしょうね、働いてた方は。あるあるですね。そうそうそう、休みの日に熱が出るっていうね。健康第一ですね。松崎さんもあんまり風邪ひかないよね。あんまり引かないです。なんか体調、たまにちょっと熱があるかもみたいな話はされてる時ありますけど、でも全然ありますね。そんなになんか、うわ無理です、うわ頑張れませんみたいな、そんな感じじゃないもんね。番組でなんか1回ぐらい心の中ですごい辛い時とかありました。あったんだ。さすがだね、それ見せないのがね。あと実家帰ったら気が緩んで、あの絶対熱出しますね。確かにそういうのありますよね、休みのたびにちょっと体調悪いっていうのはね。あります。だいたい熱出すのは私休みが多いですね、やっぱり。あ、そう、プロですね、はい、素晴らしい。ということで、また後ほど空キャンバスご紹介していこうと思います、はい、ではここからは全国の天気アイコンで見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。まずは今日の天気です。沖縄は本島ほど日差しが届きます。この時期らしい体感で、初詣には上着が必要です。西日本から東日本は太平洋側ほど日差しが届き、穏やかな元日です。昼間でも寒さが続くため、暖かくしてお過ごしください。北陸では午後はだんだんと雨や雪が止み、雲の隙間から日差しも届きそうです。東北日本海側では雲は多いものの、午後は雪が止む時間が長くなります。太平洋側は時々雲が流れ込みますが、沿岸部ほど日差しが優勢です。北海道は日本海側や北のエリアほど時々雪が降ります。ただ積雪が増すような降り方にはならない見込みです。道東や道南では日差しが届きますが、冬の寒さが続きます。次に明日の天気です。沖縄本島は雲の広がる時間もありますが、昼間は日差しが優勢です。先島諸島は雨が降ったりやんだりして、一時的にざっと強まることもありそうです。西日本から東日本の太平洋側では日差しが届き、穏やかな空です。ただ日本海側では雲が多く、時々パラッと雨が降ります。日差しは少ないものの、寒さは控えめです。東北は雲が優勢で、日本海側ほど雨の降りやすい空です。北海道は日本海側で雪が降ったりやんだりします。その他広い範囲で雲が多いものの、道東では日差しも届きそうです。おしまいに週間天気を見ていきます。まずは西日本です。沖縄は雲が多く、先島諸島ほど雨が降りやすくなりそうです。九州から近畿では年始は穏やかな空の日が多く、この時期としては寒さは控えめとなりそうです。最後に東日本から北日本です。東日本は北陸では雲が広がりやすく、傘の出番があります。関東や甲信、東海では日差しの届く日が多くなります。東北や北海道では日本海側を中心に雪が続きます。積雪の増加にご注意ください。太平洋側では日差しが届いても寒さが続きそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。